大佐山峰神社、大旭彦神社、西神猿旅子大臣。奥の院標高538メートル。大旭彦神社の西神がですね、猿旭彦とはね、夢にも思わなかったですね。まあ、ここ地元エリアであるにもかかわらずね、大旭彦神社にめっちゃ近いんですよ、実家からですね。しかしですね、このまさかね、大旭山がですね、猿旭彦とは思わなかったですね。猿旭彦といえばね、伊勢神宮。伊勢神宮の、まあ、内宮があるんですけど、内宮の隣にあるのが、内宮の隣というか近くにね、あるのが猿旭彦神社と猿目っていうかね、雨の渦目の神社ですね。で、徳島県のこの大旭山っていうのが猿旭彦が神詰まってまして、で、その隣に雨の渦目の山があるというね、お神さんっていうのは、山に神詰まってる、このピラミッドってあるでしょ。ピラミッドっていう形があるんですね。エジプトの方では。日本も昔のお墓っていうのは、ピラミッドだったと。これがですね、エジプトみたいな乾燥してる地域では、そのまま石畳のままで残ったんですけど、日本のようなこの湿潤な地域、まあ、温暖化っていうか、このね、雨の多い地域っていうのは山になってしまう。山自体がお神さんになってしまってるんですね。だから、神道のりとって、伏見なりで飼ってる神道のりとっていうのりとがあるんですけど、そこには、亀詰まりますっていうね、言葉があるんですね。で、それをですね、まあ、分かった上で、昨日、大旭彦神社のね、大旭山の奥の院、ミニ山に登ってきました。で、このミニ山に、山頂に登るこう道があるでしょ、参道ね、ごっつい長い道なんですけど、そこが祭祀する場所、祭祀っていうのは祝詞とか拝む場所ですね、読み上げる場所。ほんで、祝詞っていうのは女将さんとチャネリングできる、チャネリングっていうのは女将さんと会話ができるいうツールになってるんで、この媒体になってるから、これを読み上げてですね、昨日は大旭彦神社、猿と彦とつながってきました。動画まとめてるんで、この続きをどうぞ。何やってもうまくいかないっていう、自分でもたまにあったりもするんですけど、挑み続けます。ちょっときついっすってなった時に、初めてちょっとこう一回手を止めてみる、なんか一回一歩下がってみる、ほんでちょっと冷静になって考えてはみるんだけど、答えなんか大体出てこないから、もう一回助走つけていくんですね。人から頑張ってとか、その気持ちっていうのはさ、エネルギーにはなるけど、自分の中で頑張るとかいうのって不可になると思うんですよ。僕はいつも頑張ると思ってないんです。そうなるとすごい足かせになる。いけるだけいってみる。両前とあそこドイツ館ですね。坂東保養所。愛を一つまたねまたね、夜に咲く音と灯るまで、呼吸一つ生きる生きる、優しい目の横で泣かぬように。神様は天に昇り、月玉を持って銀流となり地に降りてきた。いい加減目覚めなさい。日本という国はそういう特権階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が安い給料で働き高い税金を払うことで成り立っているんです。そういう特権階級の人たちがあなたたちに何を望んでるか知ってる？今のままずっと愚かでいてくれればいい。このマナイの水という道とですね、参道という道があってですね、マナイの水の方に行きます。テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず、このですね、猿旭彦の山というね、大旭山時代がですね、おかみさんなんですね。その頂上を目指してます。で、導きの神で、
何やろ、マナイの水っていうのは古事記でも宿らないでね、大事な場所なんで行こうと思ってます。開いてしまった扉を閉じ、天孫降臨のね、この道はね非常に厳しい。何年やってるかわからんね。いよいよですね、マナイの水に着きました。こっちですね、よいしょ、厳しいな。こっちや、ここがですね、神域のですね、マナイの水ですね。あそこにマナイの水が入ってます。ちょっと鈴音、猫を探して。九州から。マナイの水、あいつが扉を開けた。藤原、なんでだろう、言えないよ。禊の大原、高間原に神住まれます。カムロギ、カムロミの御子持ちて、スメミヤ親神、水なぎの狼、つくしのヒムガン、立場のオドの淡木原に、禊払いたまいし時に荒れ発まする払い戸の狼たち、もろもろの孫と罪、汚れを払いたまい、清めたまいと申すことによしよ。天つかみ、国つかみ、八百万の神たち、共に清めてと、かしこみ、かしこみ申す。天孫降臨の地、大浅山頂上、峰神社に着きました。祭神は猿田彦狼です。行ってしまった、じゃあこんなとんです。君のせいじゃない、本当なんか大事なことしおりような気がする。ここは眉山ですね。で、吉野川がずっと通っててですね、で、ここら辺ですね、神山、ここら辺がね、大和ですね、大和の国ですね、和の国です。